ございます。今日は半年ぶりくらいにオバツーメンバー勢ぞろいです。さあ誰か来ているでしょうか。7時半集合なのでそろそろ5分前行動できる子は来ていると思います。さあ来てるかな。来てる、あ来てた、ユンさんが来ておりました。おはよう。ねえちょっとユンさん前出て、それ今日何のバッグそれ。え、あこれこれ、あビール、ビール、うまいビール、何そのバッグ。ねえそれはさ、みっちゃんが勝負じゃないかな。私だから、私だからいいんだよ、飲まないやつだとさ当たり前すぎちゃうんじゃない。でであかおちゃんいいよ先行って。はいはい。おい、おい、出るかな。出れないな。出れない。出れんかった。出れない、出れないな。はい、横避ける。いきなり唐突に出た、びっくりした。あ、いいや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 。はい。このなんか、はい、久しぶりすぎて連携の悪さ。しかもね、かなり雑になってきて。そう、5人が久しぶりすぎて連携の悪いこと悪いこと。そんでさ、パパがさ、あの一番最初私が動画完成した時にパパに最初いつも見せるんだけど、そしたらなんかパパがさ、なんかすごいね、急にね、なんか会話の内容がね、なんかこう脈絡もなく変わってね、結構ね、その例えばほら急にチョークのついた車の話はどっから出てきたんだと。あでね、そういうのがね、脈絡がなくてね、結構ね頭使わないとねついてくの大変とか言ったからね、あのねって、あのねって、おばさんの井戸端会議なんて最初から脈絡なんかないのっつって。あれ何の脈絡もなかったよね。チョーク引いたことがない話突如出てきてびっくりしたもん。そうだけど、そうだっけ、そうだけど、割と冒頭の方でおばさんの話はもともと脈絡なんかないのっつって。そうだよ、だって人の話なんか聞かないし、そうそうそう、そうそうそう。だからこれはまあ、まあ、あのもちろんね、そのチョークのがついた車の話になるきっかけはあったんだけど、まあ、なんかそういうのはさ、全部さ、あ、そうそう、そういうのは多分、あの、あ、多分っていうか、その編集の段階でね、ここの説明チックな話いらねえやと思って切ってるから、確かに唐突ではあるんだけど、でもおばさんの話はいつも唐突なのっつって。そうそうそう、おばさんは静かになるやるよね。そうそうそう、何のことだって。そう、おばさんはもうなんかみんな今話してる話の最中に突然話したいことが頭に思い浮かんだらその話に行っちゃうから。そういうもんでしょと。おばさんそういうもんだからっつって。猫みたいだね。そう、ちょっと早く言わないと忘れちゃうかも。そう確かに会話の最中に何言おうとしたっけはあるけど。そう、あるある、そうなんだよ。でおばさんの場合はさ、もうさ気持ちばか先走っちゃうからさ、なんか あのさ全然関係ないけどさとか、ちょっと話変わるけどさっていう言葉すらも省いて突然始まるんだよ。そう、突然人間慣れるんだよね、その時に。まあいつものことだから。そうで普通についていくっていう、そう始まっちゃうんだよ、そうやってっつって。パパごめん。いやもうだからね、喋ってる時にさ、5人以外がさ聞くと思って喋ってないじゃん。そうそう、あそうだね、そうだ、動画になってからやべえ、ごっちゃこれ拾ったんだって思ってる時あるもん。マジか。そうだよ、なんかでもまあいっか、大した人見ちゃいねえやとか、どうせみんなすぐ見ても忘れるしょとか。ひどいなそれ、ちょっと視聴者さんに謝れてよそれ。そうだよ、みんなはあなたじゃないのよ。そうだよ、あなた今なんて言った、今大した人見てねえだったか今。謝れそれは。
大丈夫大丈夫、私それも忘れちゃうからさ、これ今日帰るから。いや、そこはもう今の しっかり使わせてもらうから私今あの一番最後にじゃあピンポンパンポンって入れといて。どうやって何を、ああの謝罪謝罪、動画中に大変失礼な何とかがございましたようでって。あ、いや不適切な発言がって。工事中のマークで謝ってる。ねえ猫ちゃん、猫ちゃんあれ撮って、あの富士山撮って、今日すごいの富士山が。ねなんかさ、あの富士山さ、すごい ね頭が、うん、右側にもすげえ雲ない、あのそうそうそう、そう今日さ、あれ修馬場所行く時にずっと気になってたんだけど、あれ なんて雲、あれ分かった、なんて言うんだっけあれのって。でもあれさ、ごっそりかぶってたよね富士山今日。すごいすごい、つるし雲は。全部さ、かぶってたっけよ、うん、朝かぶってたよ ね、 ね、すげえ、ね、雲いっぱいって感じでさ、そう富士山真っ白じゃんって思ったら、え、違う、うん、あ、ここなんか電車来るの珍しいね、うん、うん、いつも止まらない、単線だからあんまり走ってないよね、見逃せ、さっきオレンジってこれこれ、え、こういう電車なんだね、あのオレンジのこと言ってた、変電所、変電所、何の話？変電所って言わないっけ？私何も出ないよ。今かおちゃん変電所って言わないっけ？言ってないよ。全然言ってない気がする。それユンちゃんが言ったんだよ。え、ほら言ってねえよ。変電所って変電所っては言ってないよ。こんな色なんだっては言ったけど。全然ちゃうやん。やべえ、もうみんな耳がやべえ。まあ聴力も落ちるからね、年取れば。いい、悪口だけは聞こえるんだよ。そう、あれしょ、都合が悪いやつは聞こえないんだよ。やばい。あれ、ほら名古屋さん避けちゃったじゃん。ほら止まる止まる。名古屋さん避けられちゃったじゃん、もう。うちらを避けてくれたのか、ナビの確認かもしれないよ。あそこ家かな。あそうだね、走り出さないね。家なの？迷子じゃない、迷子。名古屋さん、やっぱ名古屋さんかな。名古屋さん、ね、こんな道これ合ってるっつって、この道何っつって確認してるかもしれない、うん、でもこれ初めてだとこの道不安になる、ね、不安になるよね、うん、まだ明るいからいいけど不安にはなるだろうな、うん、交差点とか標識出ないからね他に車も走ってないしねそうそう、私たちには主要道路だけど、そうだよ、もうこれさ、ね、私たちのもうこれおばつーロードって名前つけようかこれ勝手に認定、勝手に75号線おばつーロードで、うわー富士山すごい、なんかちょっと薄毛だね。薄毛？薄毛？雪がこうペラペラじゃん。なんもうちょっとさ、なんだろうな、もうちょっとこうなんか趣深い言葉を選んでくれるかな。あの新生児の赤ちゃんのさ、生え揃ってない毛とか。ピラピラなね。薄毛とかさ、ハゲてるとかさ、小学生並みの言葉じゃない。思ったんだけど毛には見えない。見えない。なんでを言って標準語だったら何なの？だから、だから、だから、そうだから、そうそうそう、だからじゃない多分。だから、そうだからとかだから、そうだからとか。なんだみんな標準語を多分喋ろうと思えば喋れなくもないんだよね。どうなんだろう。それはどうなんだろうかな。今日何標準語方言喋ったら喋る喋る。ほらもうさもうさ口まで慣れちゃったよ。気をつけようと思ったらもうさ普通の言葉から喋れなくなっちゃった。例えば今日さもうじゃあ方言喋っちゃダメ標準語縛りしたらもう誰も喋んなくなるじゃんきっと。喋れるよ。だってお客さんと喋ってると思って喋ればいいんだよね。お客さんだってさ、お客さんみんな静岡弁じゃないのあなた。あ、年齢に合わせる。なるほど。うわーすごい、あの富士山。でっかい傘が、でっかい傘が、かぶる寸前だあれ。どうなのこれ、ドーンってどっかで綺麗に写真撮れるとこ1枚ぐらいあるといいんだよね。ね、あるといいね。なかなか止めて撮れるとこないんだよね。
この辺止めてみる？この辺 U ターンして。この辺ちょっとどうだろう。すごいこれさ、多分さ、富士山のない県から来たんだろうな、このバイクの人たちって感じだよね。で裏見て静岡じゃん。多い静岡。何してんだこいつらって。その中すごいね、すごいね、ほんとなんか雨降りそうな黒い雲、ね、やだね、ほんと雲増えてきたね、すごい。これって後ろに行った方がいい？横に行っちゃっていい？どっちでもいいでしょ、5台だから、そっち側に2台、ね、2台止めちゃえば、うん、うん、ここ来るね、うん、はい。旗があったから絶対そうだね。すいません、失礼します。え、何今の人たちってさ、何一回行き過ぎて戻ってきたの？戻ってきた。そう、マジ、ね、マジか。ほら、私たちはここに泊まってたよね。うんうん、すごい、二度見三度見したのよ。ガーって、ガーって。本当に。え、じゃあ私たちがあそこに泊まってると、うん、時にその横を通り過ぎてったってこと？一回。通り過ぎてった。上がってった。上がってったの。あ、じゃあ戻ってきてくれたんだ。そうなんだ。そう、戻ってきたの。それで一台戻ってきて、うん、あれさっき通り過ぎたのだよねっ て、 っていう話したね。話しててね。うん。え、なになになに？何した何した？なんか口笛みたいな音が聞こえた。私かな、何だろう。ちょっとムメさんとか入ったところで止まるね、うん、道。あ、分かった分かった、スタンド、スタンド、ここ止まってる、スタンド出てた、スタンド。誰が？私が、ごっちゃん、うん。ありがとう。よいしょ。誰がごっちゃんが？私がスタンド出てた。すげえ騒いだしょ今。ありがとう。さっちゃんの叫び声が後ろから。はーい、とりあえず入って。ごめん、インカム切れてんだよ今。え、なんで、なんで切れちゃった？わかんない、多分なんか触っちゃって切れたと思うので、もう一回つなぎ直したいので、一旦止めて、ちょっとビリンク開始。あ、来た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 、はい、赤折り来たね。来た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 、はい。なんでそんな突然切れたんだろう。誰か妨害電波出してんの？違うと思います。多分触っちゃっただけだと思いますよ。速攻して速攻して。まあ天気がいいしさ、紅葉シーズンだから車も多そうだね。見えるね、昨日目ヶ島も混んでたよ。あ、混んでた目ヶ島。そうそう、気持ちはでもすごい良かった、暖かくて。そう、なんかさ、梅ヶ島の紅葉もさ、いいなと思ってさ、私もさ、インスタ、このカメラのね、あの修理申請が終わったら私も行こうかなと思ったんだけどね、あの修理申請がいいね。そう、修理申請全然できなくて、もうウキーってなってて、家で。結局できた、そいでできなかった。あ、できないの？で、まだできてないの。だからなんかね、私のせいじゃないんだよ、私がバカだからじゃないんだよ。言っとくけど、誰も言ってないの？最初に言っとくけど、私がバカだからじゃないんだよ。なんかもうね、公式のホームページになんかさ、絶対わざとじゃねっていうぐらい説明が少なくて、修理の申請するまでの、もうどうやってやっていいか全然わかんないんだよ。とにかくね、カスタマーサポートにあのお問い合わせくださいしか書いてなくて、でカスタマーサポートに問い合わせするとすぐには返事来ませんみたいな、あの自動返信メールが来て、でそういう、やだ、そうすごいやだ、もうね、昨日一日キーってなってて、それで、いやいやするよね、そういうの。そう、同じ年代のおばさんの中ではね、あのこういうのに強い方だと自負してるんだけどね。ガジェットに、そう、それなのにわからないっていうのはね、多分普通のおばさんには絶対わからないわけじゃん。もう自分で普通、そう、自分で普通じゃないって認めちゃったみたいな感じになってる。そうそう、いろんな意味でね。そう、
普通じゃないんだ。それでさ、都合いい時ばっかり、いや私普通のおばさんなんでってなんかハードル高いこと、そうハードル高いこと要求されると、いや私普通のおばさんなんでってわあすごいいい天気じゃんマジで。これさ今日ふもとっぱれでキャンプしてる人いいだろうね。お茶置いてこうか帰りに。キャンプ道具持ってね。単なる投資じゃん。もう死んじゃう死んじゃうマジで。素泊まり。マジマジ死んじゃうそれ。素泊まりの意味が違う。違うわ。丸腰で臨むのとは違うと思うよ。誰か知らない人に相部屋お願いします。入ってっちゃう。あ誰かさ誰かさガタコトさんですかって声かけてくれた人のテントに潜り込む。わあすげえタイプ。企画企画。あ、そうですそうです、じゃあ一緒に寝てもいいですかって。そうね、こっちは多分私ライジャケ着てれば寝れますからって。あ、もう全然テントの隅っこでいいですって。ガタゴトと寝ようって。そうそうそう。楽しいかな。それでほら突撃隣の晩ご飯みたいな感じでご飯もいただくって。ご飯まで。さあ今日のご飯は何でしょうかっつって。じゃあ文字持ってかなきゃいけない。そうそうそう。手ぶらで手ぶらでキャンプ。ないぜ、絶対来てほしくないと思う。ゼロ円キャンプだ、ね、絶対来てほしくないよね。やだよ。そうだよ、キャンプ場で私のバイクを見かけたらみんな逃げるだよ。やべえ来たっつって。やべえガタコトさんがいるから。そうそう。テント閉めろテント閉めろ。そうそうそう。もう閉めてさイルス使うでしょ。テントでさあ私なんかチャック開けてちょっと失礼しますって。もうなんかさのれんのように今日やってるって。ジェイソンみたいな。そうそう入ってっちゃうよ私は。黄色いバイクが。うわやっぱでかいバイク。あ違う違う、さっきの人たちだ後ろの人たち。あそうなの、じゃあさっきの人たちだ。まあ、そうなってる。こっち黄色は何だったんだろう。大丈夫大丈夫ね、さっきの流れでインカムつながってないでしょ。流れてるんじゃない実は。入ってる、ね、あコウモリ穴って書いてある。あここじゃない、本当だ。あコウモリ書いてある。あれコウモリ、えちっちゃ穴の中にコウモリの絵があるってことだよね、うん、そうだね。あれコウモリの絵じゃないの、言っておくけ。違う、コウモリぽいね、ゴミにしか見えない。どこだ、コウモリ穴。確か行き止まりになって左に曲がるんだけど、看板出そうだよね。まだ 2.6 キロだったよ、さっきの看板から。まだ 2.6 キロ行ってないと思う。行ってない、全然行ってないと思う。ここだよね、きっと道曲がるとこ。癒し？あ、癒しじゃないんで行きたいの。あのね、癒しの里年場がでもすごいよ、あのあれが、紅葉が。え、あ、さよなら。あ、さよならなら。あ、ここだ、入り口過ぎちゃった。ここかね、回って入り口で。はいはい。うん、はい、あ、やばい、ちょっとどっか閉まっちゃった、どっか閉まっちゃった、これだ。バタバタおばさんち。これをここにかざします。はい、ありがとうございます。何これ面白い、急に洞窟じゃないんだ。アトラクションだねマジでね。ちょっとユン隊長早いっすけど、ユン隊長。うわ、あそこだ、入り口、やべえ、やべえやつかも、わかんない。わ、やべえ、マジこれ、何これ、怖いじゃん。やばい、私。川口博士、わかんねえ、みんな。
やばいじゃん、これ怖いやつじゃん。出てないね。またさっちゃんに騒がせ騒いでもらわなきゃいけなくなっちゃう。はい、コウモリアナでした。意外に楽しかったね。